ザ・ラッキー・ドッグの映画ポスター・ローレルハーディはかつてサイレントからトーキーの時代にかけて活躍したアメリカのお笑いコンビ。チビでキヨアナ・スタン・ローレルとデブでオコリンボのオリバー・ハーディによるこのチームは日本でも極楽コンビの名称で親しまれた。ザ・ラッキー・ドッグがコンビの初仕事だった元々はローレル、ハーディ両人とも喜劇映画の大制作者。 春ローチの下でコメディアンとして働いていた。1921年ザラッキードックでコンビを組むこととなり、1927年にスリッピングワイブスで人気を得たことから正式にコンビを組んで活躍。笑いのスタイルとしては些細なことから争いが始まり、お互いにぶっ壊しっこうして最後には全てがめちゃくちゃになるというのが基本のパターンだった。 天国二人道中の関東場面その後、トーキーの時代に入っても人気が衰えることはなかったが、1940年にローレルとハルローチの間に圧力が生じたことから、二人してローチの下を離れてからは、映画制作の際、制約が多く、前世時代に比べると精細さは失われた。1945年までコンビ活動を続け、 その後6年間のブランクの後、1951年にフランスで出演したアトール・ケイが2人の最後の共演となったが、晩年は2人とも金銭的に恵まれなかったという。コンビを組んで17年、長編、短編合わせて出演作は104本に上る。またこうしたコンビには珍しく私生活でも2人は仲が良かったという。1967年のビートルズのアルバム、 サージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブバンドのジャケットに登場した。2018年には二人の晩年を描いた映画、僕たちのラストステージが公開された。1943年のローレルとハーディースタン、ローレルイギリス、ランカシャー州、ウルバーストン出身。本名は、アーサー・スタンリー・ジェファーソン。俳優一家に生まれ、1903年に、 少年パントマイム劇団に加わり、ミュージックホールで初舞台を踏む。その後、チャールズ・チャップリンも在籍していたフレッドカーの一座に参加し、時にはローレルがチャップリンの代役を務めたこともあった。1910年に渡米、1915年に映画デビューして、以来、ハーディとコンビを組むまで50本の短編コメディに出演した。 1960年度のアカデミー賞でコメディ映画における創造的パイオニアとして特別賞を受賞した。結婚歴は4度。オリバー・ハーディアメリカ、ジョージア州ハーレム出身。本名はノーベル・ハーディ。弁護士を死亡していたが、1913年にハリウッドに出てエキストラから早くとなってからは赤ん坊・ハーディとして知られるようになった。結婚歴は2度。 ガングの国、海賊ディアボロ、ユートピア、ありがとうございます。